皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。どうも、ゴシです。ですね、今回はですね、この五塩内村には海があるということで、この五塩内村のね、周りの海をちょっといろいろ見てみようかなと思います。鳥ちゃんがね、ボートにね、ぎっしり乗っているのでね、ゴシは鳥ちゃんと一緒にこの海に旅立とうとしております。では、この五塩内村のね、近所ね、あんまり遠くに行くと迷子になりそうなので、近所をちょっといろいろと見ていこうかなと思います。あ、マグマ流れとる。マグマと水が同時に流れとるよ。何ここ、すごーい。あ、イルカちゃんだ。これイルカちゃんだよね。鳥ちゃんとそうだ。私は鳥ちゃんと一緒に乗ってたんだ。一人じゃないもんね。寂しくないもんね。それで、あっちを回って帰ればよかったっけね。あら、日が沈んじゃう、沈んじゃうわ。推しはもう船の上の人になろうとしてるのかな。こっちの入り江とかじゃなかった気がするね。だから、なんかもう一島越えたところ。あら、夜が明けていくわ。ね、一晩中鳥ちゃんと、ぶわー、落ちた。嘘でしょ。嘘。ちょっと待って。鳥ちゃんはどうなったのかしら。鳥ちゃんは大丈夫なのかしら。生きてるの鳥ちゃん。なんかあれ、何あれって、多分あれでしょ、なんか人工の何かでしょ。あれなんだろう、あれ何これ。ですか、これ。どうしよう。なんか変なの見つけちゃった。まだでも朝そんな時間経ってないと思うから、なんだろう。なんだ？ありゃなんだ？こんな山あったっけ？周りに。わかんないけど。ちょっとこの上登って、なんかもう拉致が空きそうになかったら、一回ベッドを作って、あと、あれだ、ボートも作ろう。ね。ベッドを取りました。ベッドを置きました。寝ました。よし。よし。なんで？おい。よし。こっちで合ってるのかな。まあでもさ、世界の海はつながっているから、もしかしたらよ、もしかしたら、もしかしたで、あれよね、いつの日か帰れる日が来るかもしれん。ここはなんか違う気がする。こっちかな。こんなにあれよね、なんか標高高くなかった気がするわ。
なんかこういう感じのとこでしたよね、御塩地村の辺。なんかもうここ3日間ぐらいずっと船漕いでるから、あれだよな、すげえ腕とか筋肉痛になってそうだ。おお、なんかあれだ、さっきの一緒に来た鳥ちゃんかい、君は。鳥ちゃんは何、乗っけられるの、鳥ちゃんは。あ、ダメなの、鳥ちゃんおいで。あ、ダメなんだ、乗れないんだこの子は。ごめんよ鳥ちゃん。あそこ鳥ちゃん、あそこに何か見えるよ。あれ、大越さんはあんな近くで座礁したの？恥ずかしい、恥ずかしい。これでしょ、御塩地村。はい、降りれた、よかった。鳥ちゃんは海の上で自力で帰ってこれるかしら。いやー、びっくりした。気の赴くままボートに乗ったらとんでもないことになってしまったかい。ね。いや、びっくりした。本当はもっとね、いろいろ、なんかやりたかったんですよ。相変わらず、なんか、無謀なことしますね、腰はね。いやー、まあ、ボートでそこそこ漕いでも、なんか安全ってことが分かったので、なんか、よしとします。うん、とりあえず拠点のベッドで寝て、リスポーン地点を変更すれば OK って感じなので、無駄に作ったベッドね、さまよってるうちに作ってしまったベッドはここら辺かな、ね、よいしょ、はい、ここら辺に置いといて、あ、鳥ちゃんの卵を安定の、その鳥ちゃんエリアに放り投げて、よいしょ。あ、卵いっぱいある、まだある。夕方になったらベッドに寝て、今日は終わろうかなと思います。いやー、びっくりした。いやー、なんかちょっとね、経験値を稼いで、大海原にね、いつの日かまたちょっと冒険しに行きたいよね。あとあれだわ、御塩地村がちゃんとなんか分かるようにっていうか、遠くからでも海の上から見えるように灯台をね作った方がいいと思うな。うん、はい、まずは拠点を作った上で灯台の建築、そして大海原への挑戦かな。はい、あー、びっくりした。はい、ということでね、ご視聴ありがとうございました。またセカンドシーズンもいろいろやらかすと思いますが、よろしくお願いします。お疲れ様でした。いうわけで、村を探すためにね、ちょっと地図を持って、こんなとこにも鳥がいるの？行こうということで。